はい、こんにちは、梅野です。本日は雨の中で桜を撮っていきたいと思います。はい、本日は高知県にある雪割桜の里というところにやってきています。まあいにくの曇りなんですけれども、ちょっと霞んでくれてますので、まあ、それも絡めて撮っていきたいなと思っています。はい、1枚目ここ撮っていきましょう。ここに枝がありまして、でこの先っぽの桜を撮っていきます。今日は雨なので水がついてて綺麗なので、まずはここを撮っていきましょう。で下にこう垂れてきてくれてますので、3分割を使って右下の交差点にピント合わせた桜を配置して撮っていきます。で背景が菜の花とか緑とかピンクとかいろいろ使えるんですけれども、場所的には向こうの桜を背景に使って、背景もピンクで、被写体のところもピンクっていう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は5に設定しまして、ピントを合わせる桜は花びら全体にピントが合うようにして、背景もボケるそれぐらいの F 値に設定しています。でシャッタースピードが100分の1秒ぐらい出てますので、 ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。上から降りてきている桜にピント合わせて撮りまして、で今日は雨なのでこう水がついてて質感が綺麗かなと思って撮ってみました。でピントを合わせた桜の花は3分割の右下の交差点に配置しまして、他のところはまあ空間を分けて撮っています。背景はあの桜のお花を選びましたので、ピンク色の背景に浮き立つような桜の花が撮れたんではないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次こっから撮っていきます。今ちょっと雨足が強まってきまして、来た時よりもこう霞んできたんですけれども、ここの桜のお花たちがちょっと霞んでて、桜の木の枝はちょっと黒っぽいですので、まあ、黒く潰れてまして、桜のお花だけが明るくなってますので、ここをハイライト重点速光と露出を下げて撮ることで、まあ、桜の花びらだけをちょっと表現して撮れるかなと思ったので、ここから撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。 F 値は8に設定しまして、まあ、花びら全体的にピントが合うように設定しています。でシャッタースピード250分の1を出すために ISO 感度は1000に上げています。露出はマイナス 1.7 まで下げて、その上でハイライト重点速光を使って花びらの明るいところだけを撮るような設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。露出をマイナス 1.7 に下げたのと、ハイライト重点速光を使ったおかげで、まあ、桜の木の枝とか背景とかは暗くなりまして、桜のお花がメインに浮き上がった写真になったかと思います。で上の方は光が当たって明るくて、下に行くほど暗くなってますので、その明暗さを楽しめる写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの景色を標準ズームに変えまして撮っていきましょう。で遠くのところの山が雲で霞んでて綺麗なので、手前のこの住宅とここの桜を入れて円形を霞んだ山にして撮っていきたいと思います。で、まあ、うまいこと、まあ、近景中景円形みたいな感じで撮れるんじゃないかなと思いますので、ここから撮っていきます。でただここに電線があって、これが邪魔なんですけれども、まあレタッチソフトで消したら、消すことができたらいいんですけれども、まあ、消せなかったら、まあ、しょうがないので入れて撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。ここは画面全体にピント合わせて撮りたいので F 値10に絞って撮っていきます。焦点距離 35mm から 40mm ぐらいで撮っていくので、シャッタースピード125分の1秒寝ていれば手ブレしないので OK です。そのシャッタースピードを出すために ISO 500まで上げています。露出はマイナス 0.3、 ハイライト重点速光を使って霞んでいる山が白飛びしないように撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の住宅とか、まあ、桜のところもそうかな、その辺をまあ近景で、真ん中のところの山をまあ中景で、奥のもう霞んでいる山のところを後景として撮ってみました。
て縁自由に絞ったことで手前から奥の方までピントが合っている写真だったと思います。で露出をちょっと下げてハイライト重点速攻を使ったことで奥の山のところの何ていうかな輪郭と霧のかかっているところの境目が綺麗に出ているんじゃないかなと思います。で左下のところにちょろっと赤い傘を差した人が通ってくれましたのでちょっとワンポイントになったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきましょう。結構霧が濃くなってきまして向こうの山の方はだいぶ霞んできましたので手前のこの桜を前景に使ってこの間から真ん中の山のとこ中景と背景のもうこの霞んだ山を入れて撮っていきたいと思います。まあ、三層構造みたいには綺麗にいかないと思うんですけれども前景を主とした写真として撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここも画面全体にピント合わせたいので F 値10に設定しました。でシャッタースピードを出すためにここは ISO 1000まで上げて撮っていきます。それでシャッタースピード100分の1秒出るようになっています。露出はマイナス 0.3 に設定しましてマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のところを桜で見ましてこう斜めになってくれているので綺麗かなと思います。で奥の方は霧がかかってきてまして真ん中のところは霧がかかりかけで奥の背景のところはもう雲がかかってちょっと幻想的な雰囲気になっています。同じところからちょっともう一枚撮ってみたいと思います。はい、次は立ち位置は同じなんですけれどもちょっと切り取る角度を変えましてこっち側を撮っていきます。で桜のこの花が斜めになってましてで奥の山も全部こう斜めになってますので線が揃って綺麗かなと思ったのでここから撮っていきます。でここも手前のところは桜を入れて奥の方はこう雲がかかり始めている山が綺麗なのでそこを遠景として使って撮っていきましょう。はい、カメラの設定は先ほどと全く一緒で F 値は10、ISO は1000、露出マイナス 0.3 のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。さっきとは違ってこう斜めのラインを意識して撮った写真になっています。で手前の桜のところの斜めの線と真ん中のところの山の斜め線とで奥の方の山もそんな感じになってますのでこうラインが揃って綺麗かなと思います。で真ん中付近の山はこう雲海みたいに雲が流れていってて綺麗かなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。まあ、奥に桜の花が左側と右側にありますのでここを撮っていきます。で下にこのグレーチングがあるんですけれどもこれにカメラをこうやって置いて撮ることでここの溝をこう線路みたいに見立てて写真を撮ることができます。なのでカメラを下に構えてこのローアングルからちょっとだけカメラを浮かせて上を見上げるような感じでここの通路を撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のグレーチングのところはこうボケさせながら奥にピントが合っていく写真を撮りたいので開放 F 値の4に設定しました。でシャッタースピードは80分の1秒出すために ISO は1000に設定しています。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。グレーチングの上にカメラを置いてでちょっと上を見上げるような配置で撮りましたので下のグレーチングのこの縦の溝が光っててちょっと線路みたいに見立てて撮ってみました。で下が暗くてで上のところはまあ曇り空なんですけれども明るく撮れてますので下と上と露出が変わっていい感じの雰囲気になったかと思います。でグレーチングのところも桜の花びらがちょろちょろ落ちてくれていますので、まあ、季節感を出すことができたんじゃないかなと思います。はい、次ここ撮っていきましょう。で手前の菜の花も綺麗なんですけれども、まあ、真ん中に緑が入ってますので、まあ、ちょっと中途半端な写真になりますのでここはもう上のところこの桜のところだけを切り取って撮っていきたいと思います。
奥が霞んでて綺麗なのであそこを撮っていきます。で桜の花のラインがこう来てますのでこのラインが綺麗かなと思いますのでこういう感じで切り取って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。全体的にピント合わせたいので F 値は10に設定しました。で実際のところはシャッタースピード40分の1秒出すために ISO 感度は1000に設定しています。露出時プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。右上のところから左下の方にかけてこう桜の木のラインを入れて撮ってみました。で中継部分からもう背景のところまではこう徐々に霞んでいっている雰囲気を撮れましたので、まあ、今日は雨の日っていうのをまあ活かせた写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日は雨の日に桜の花を撮りに来ておりました。まあ、本来であれば晴れの日が一番いいと思うんですけれども雨の日であっても、まあ、水がついた写真とかちょっと儚い雰囲気の写真とかも撮れると思いますので休みの日が雨であっても、まあ、よかったら撮影に出かけてみてください。で今日はちょっと雨足が強まってきましたのでそろそろ帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。